皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰孝明です。体がすごく硬いんですけど、痛みを伴ってでも一生懸命ストレッチをした方がいいでしょうか。そんな質問をいただきました。結論から言うとですね、過剰に痛みを伴ったストレッチはですね、逆効果を生んでしまう恐れがあるので注意をしてください。というのもですね、筋肉というのは実は筋肉の繊維自体が短くなったり長くなったりというのはもちろんあるんですけれども、一番はですね、このように緩んでる状態というのはここにスペースがある状態で、ここからギュッとここが折り重なることによって筋肉が収縮をして硬くなる、そしてリリースされて収縮弛緩収縮弛緩、このようなメカニズムで動いているので、柔軟性が乏しくなって体が硬くなってしまっている人というのは、この A っていう繊維と B っていう繊維がぐーっと近づいてしまった状態、このままの状態で固まってしまっている方っていうのが非常に多いので、これをですね、無理やりうーんと痛みを伴って伸ばしていこうとするとですね、痛みがゆえにですね、体がぐーっとこわまってなかなか伸びていかなかったりですね、炎症を起こしてしまって逆に体が硬くなってしまっていくっていうケースがありますので、非常に注意が必要です。ではどうしたらいいかというとですね、このギュッと縮んでしまって固まってしまった状態というのを無理に引き剥がすのではなくて、まずはここに緩みを持たせていくアプローチをしていくのが非常にいい状態です。緩みを持たせて動きが円滑性が出た状態でストレッチをしていく、こんな段取りを踏んでいくといいかと思います。ではどのように緩ませていくかというと、まずは温めたりすることによって筋肉柔らかくなっていったりします。もしくはですね、この硬くなってしまっているところに対して軽めのマッサージ刺激なんかも非常に有効です。あとは振動刺激なんかも筋肉を緩めるというふうに言われているので、マッサージ機でブル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 するものともあると思いますので、そういったものを使ってですね、まずはこの緩みを取っていくっていうのが非常に重要になります。最近有名になっている筋膜リリース、フォームローラーやストレッチポールを使った筋膜リリースなんかも、この凝り固まってしまった筋肉を一旦緩めましょうというふうなアプローチになりますので、筋膜リリースだけで終わらすのではなくて、その後にストレッチメニューをやっていただくことによってより効果が倍増していきますし、どんどんね、広がった可動域を自分のものにして使える体になっていくことで、運動パフォーマンスだったりとか生活のしやすさが変わっていったりします。例えばですね、前屈がなかなかいかないよという方に関しては、立ち上がっていただいて、ももの裏側をこのまま少しこすってもらったりとか、あとはふくらはぎですね、ふくらはぎも少しこのようにさすってから前屈をしてもらうだけで、いつもより行きやすくなっていったりします。あとは肩が上がらないよという方いらっしゃるかなと思うんですけれども、これも無理にストレッチだったりとか一生懸命肩上げなきゃ上げなきゃっていうエクササイズをするのではなくて、そこに関わっている例えば鎖骨の動きなんかも重要になってきます。肩が上がっていくときには鎖骨の動きっていうのが実は少し上に上がって、かつ後方にねじれるなんていうふうな体の動きがありますので、この鎖骨の動きを良くするために、鎖骨の下にある筋肉ですね、大胸筋だったりとか鎖骨下筋、あとはこっち側に行くと小胸筋なんていうね筋肉もありますけれども、こういった筋肉をまず軽くほぐしてあげるだけでも実は肩の上がりが良くなっていきます。なので無理にストレッチを行うのではなくて、どういった原因で体がね動かないのかっていうところをね明確にしていくっていうのは非常に重要になっていきますね。では鎖骨の今度上側ですね、この辺は後頸筋、このベターっと顎からね鎖骨にかけてついている後頸筋だったりとか、胸鎖乳突筋なんていうね筋肉もありますので、この辺も少しほぐしてみてもらうと肩の上がりが良くなっている方非常に多いと思います。反対側もねちょっとチェックしてもらうと少し上がりにくさなんかを感じると思うので、ぜひねこっちが良くなってこっちがまだ行きにくいよという方は反対側もねやってみてもらえると、体の状態が左右整っていくかなと思います。このようにですね、体の柔軟性を阻害している因子が何なのかなっていうところがすごく重要になりますので、無理して痛みを伴ってギュッとストレッチをするのではなくて、そこにね関連している筋肉をまずはほぐしてあげる、緩めてあげる、そしてその後にストレッチをしていく、この段階で進めてもらうのが非常に体の柔軟性をアップしていくのに有効になっています。なかなかご自身では自分の体のね状態がどうなっているかっていうのが分かりにくいと思いますので、そういったものを把握して、自分がね健康になっていくためのエッセンスってどんなものなのかなっていうのを知りたい方はですね、ぜひオンラインだったりとか対面でセッションもさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。今回はですね、皆さんからいただいた質問にお答えするという形で動画配信をさせていただきました。でこんなこと聞いてみたいな、こんな質問があるよという方はお気軽にですねコメント欄だったりとか公式の LINE の方にでもですねご連絡いただければ返事をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
猫背の味とでは姿勢改善に特化したですね、エッセンスを配信しておりますので、チャンネル登録まだの方は下のボタンからチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。